こんにちは。福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。じゃっということで、昭和59年式のね F30 レパード、めちゃくちゃねやってあるいかつい1台ですよ。オーナーさんにね詳しく聞きながら見ていきたいというふうに思います。見どころ満載ですよ。それでは F30 レパードを一緒に見ていきましょう。はい、すいません、オーナーさんお願いします。ということで、いやめちゃくちゃいかつく決まったね F30 レパードなんですけれども、まずはねフロントマスクの方から見せていただきたいというふうに思います。こういう感じになってます。こちらねレパードということで、この目玉がねカクッとしているのが特徴かなというふうに思うんですけれども、ここにね僕初めて気がつきましたね、日産のマークがあるんですね。はい、こういう風な関係性となってます。そしてねオーナーさん、こちらのねフロントグリル、これは僕の知ってるねレパードのグリルじゃないんですけど、これはどういうグリルをつけているんですか？いや一応レパード用で、はい、まあ、あの当時で言ったブタッパナっていう ね、 ね、なるほど、フルキットの定番ですね。なるほど、フルキットの定番というのがねこれあったんですね、はい、なるほど、そういうことなんですね。はい、このね低さですよね、830とナンバープレートありますけど、小野さんは矢沢好きっていうことでよろしいんですか？そうですね。なるほど、よかったです。はい、そしてねこのボディカラーと合わせた緑のね回転灯もあります。さあそれではね横の方も見ていきましょう。こういう感じになってます。いやオーナーさんめちゃめちゃ低くてまるでナイフのように切れそうですよね。これねフロントのスポイラーはこれはレパード用ってことで、そうですね、 F30 別に延長加工もしてないよっていう、はい、なるほど、そういうことなんですね。さすがねレパード用ということだけあってこんな感じでねバシッと決まってます。このねオレンジマーカーがかっこいいですよね。さあそしてねボンネットの上にもこんな感じで特徴があります。このボンネットダクトなんですけど、これは何用とかあるんですか？いやもう普通に出てるね、まあ、汎用品という、はい、ねということで、いやこれはいかついですよね。そして懐かしの、はい、フェンスポということでね、まあ、これはねもう街道レーサーの定番カスタムということで、いやめちゃくちゃやっぱかっこいいですよね。そしてなかなかねホイールに行けないぐらいね見どころがあるんですけど、はい、いかがでしょうか。こういう感じでね、はい、オーバーフェンダーがビス止めされていますね。オーバーフェンダーもねボディ同色、これメタリックグリーンでよろしいですか？そうですね、グリーンメタでね、グリーンメタに塗っていて非常にねまとまりのある仕上がりになってます。さあそれでは気になるホイール見せていただきましょう。ということで、はい、こんな感じで星のインパルなんですけど、小野さんこんな太い星のインパルってあるんですか？あ、これはあのイザナミさんに行って、はい、特注で作りました。特注ということで、はい、ね、はい、タイヤサイズは195/50R14 をねパッツンパッツンで引っ張っているということで、小野さんこちらフロントは何 J になるんですか？フロント 10J です。フロント 10J ってことでね、これはねオーバーフェンダーないともう収まりませんよね。いや非常にかっこいいというふうに思います。そしてね僕の大好きな、はい、ビタローニのミラーもね同色でこんな感じ、まあ、これ僕ねあのビタローニのミラー昔ケンメリにつけてたんですけど、まあ、ビタローニミラーのオーナーさんには毎回聞くんですけど、まあ、後ろ全く見えませんよねこれ。ね、1ミリも見えませんという、はい、ということです。さあそしてサイド周り行きましょう。はい、こんな感じになってるんですね。オラさんこれサイドステップもね結構ごっついやつついてるんですけど、はい、これは何用なんですか？これもレパード用ですね。 F30 レパード用ということで、はい、なるほど、はい、さあそれでは近づいてねじっくり見ていきましょう。まあ、この辺からのねフェンダーからのね取り付き方とか、はい、こういう感じでねザ・街道レーサーっていう感じですよね。こちらになんか浮き文字があるんですけど、これは何て書いてあるんでしょうか？レーシングシルエットっていう、レーシングシルエット、ね、定番の、はい、ね
フルエアロ定番のメーカーということでね、いや非常にかっこいい。そしてねこのねレパードリアの一番後ろのガラスの関係性がね非常に美しいですよね。かっこいいというふうに思います。さあそれではリアホイール見ていきましょうということで、小野さんこちらはねフロントよりさらに太いんですけれども、ね、こちらもね特注品ということで、そうです、伊藤波さんの特注で 12J、はい、12J ということでね、あのね久々に見ましたよ。はい、ヒデチャンネル結構手はでかい方だと思うんですけど、拳すっぽり2つぐらいは余裕で入っちゃうかなっていう感じの太さ、いや素晴らしいですね。さあそしてねリアスポイラーなんですけれども、こちらもあれですか、前横と合わせて F30 レパード用なんですか。これはね Y30 のセドリック用を加工してますね、はい、Y30 セドリック用を加工してつけているということでね、なるほどこんな感じになってるんですね。でもねどこを加工してるかわからないぐらいピシッとねついてますね。素晴らしいというふうに思います。そしてねはい、なんということでしょう、セブンパネがねこんな感じで、はい、パテ埋めされてます。でもねちゃんとねここトランク開くようにちゃんと分割されてるんですね。開けます。開くんですね。一回ちょっと開けてもらっても大丈夫ですか。ここをね取っときましょうか。鍵穴ね、はい、なるほど、これはもう緊急用の、そうですね、ね、ホイール、はい、緊急用なのにフカリブと、ね、なかなかこれが素敵だなというふうに思います。バカンとね、はい、このね閉まる時の音もまた懐かしいですよね。そしてこの方のレパードといえばやっぱりねここについたドラフターがね特徴的ですよね。僕ねこれ初めて現象を見た時にみんなつけてるけど相当流行ったんだろうなぐらい思っていたぐらいかっこいいデザインね、はい、中二心くすぐるねめちゃめちゃかっこいい。これがね純正状態ということです。なんかね社外品でありそうな形、それぐらいかっこいいんですよね。さあそしてリア回り行きましょうということでこんな感じになってます。はい、この位置から見るとねオーナーさんもうセブンパネが非常にどしっと安定感があってかっこいいですよね。素晴らしいというふうに思います。そしてね、はい、本来ねマフラーが出るはずのところに、まあ、これもボディと合わせてでしょうか、緑色のストロボがついてますよ。マフラーはどこに行ったんでしょうかということで、それはお楽しみで、テールはこういう関係性です。オーナーさん前期後期で言うと何になるんですか。前期になります。前期ということでね、はい、はい、ね、この辺にね後期を出しておきますよ。はい、そしてね僕も大好きなレパードのリアガラスということでね、こういう感じになっていてね、はい、会長を務めるヤンレパレンのステッカー、そしてお松本会のステッカーもありますね。さあ TSX60 が入って、はい、中はね黄色っぽいですよ。そして赤のロールバーがついているということで、ここにね、はい、日産レパードってちゃんとねガラスに書いてあるんですね、まあ、この辺がね非常にくすぐります。はい、ということでこういう感じになってます。気がついたでしょうかね、なんとねマフラーこの下にあるんですよね。こういう感じ。オーナーさんこれなんでサイド出しにしようと思ったんですか。いやサイド出しがいなかったんでね、自分でやってみようと思って、はい、はい、ということでこういう感じの外観になっていて、まさにね街道レーサー、ザ・街道レーサーといった感じじゃないでしょうか。それではオーナーさん室内の方を見せていただいてよろしいですか。はい、どうぞ。開けさせていただいて大丈夫ですか。はい、はい、それではね、おお、はい、こういう感じでねマジと書いてありますけれども、これね外観グリーンメタで内装はイエローを基調としているということ で、 そうです。これは何をイメージしたカラーリングなんでしょうか。これは初心者マークですね。なるほど永遠の初心者ということでね、はい、遊び心を忘れないヤンレパの会長でしたよ。さあそれではねじっくり見せていただきましょうということでね、
はい、内張りはね、はい、レーシーなアルミに乾燥されていて、これね、オーナーさんのこだわりなんですよね、このやっつけ感のある。そうですね。ということでね、じっくり見せていただきましょう。はい、こういう感じでね、あのね、このなんていうのか、レモンイエローっていうのかな、これがね非常に目に刺さりますよね、オーナーさん。前が見えないということで。なるほど、これガラスに映り込むんですね。なんでね、あの走るときはね、基本夜がいいじゃないのかなというふうに思います。さあ、メーター周りはこんな感じになってるんですね。お、はい、アナログメーターじゃないんですね。こういう感じになってるんですね。なるほど。向こうの方にはね、クォーツって書いてある。あれ多分時計なのかな。はい、こういう感じでね、こうある程度だから純正が残ってる感じですよね。パデル類とか、はい、非常にね、エモい感じがして、かっこいいです。そしてシフトノブは水中化。これ水中化がついているということは、当然5速ミッションということで。ね。5速のマニュアルミッションということで、こういう感じになってます。そして室内にはラブとサイコロ。ね。そしてね、はい、西組さん、スズランさん。その隣にね、ありがとうございます。いいところに貼っていただきました。ヒデチャンネル。ということでね。はい、ロールバーが、ね、黄色と赤で。めちゃめちゃ似合いますよね。こちらのロールバーは何用なんですか？これは86用加工してます。86用加工でついちゃうということで。いや、無理やりつけたのかな。はい。そしてね、フルバケの黄色のレカロシートということで。これはね、非常に高速でも安定しそうですよ。さあ、そして、このオバハンなんですけど、あ、これ僕のと一緒ですね、って言ったら、これ、実はね、リペアしてらっしゃるということで、ね。はい、非常にね、僕も頼もうかなっていうぐらい仕上がりがいいですね。さあ、そしてね、後ろ見ていきましょう。こういう感じになってまーす。ね。はい、消火器がセットされてるんですけど、あれ、小野さん、消火器取れないですよね。そうですね。燃えたら走って逃げるんですね。なるほど。燃えないように整備をするということでね、まあ、いろいろね、このグッズがありますけれども、はい。で、向こうの方にはね、サインがしてありますね。なるほど。あれは製作者さんのサインということで。そうですね。この車を手掛けてる。なるほど。鈴木のサインですね。鈴木さんのサインということで。はい。こういう感じの内装になってるんですね。いやー、こだわりが詰まった、ね、ちょっと目に刺さる内装でしたね。はい。それではオーナーさん、エンジンルーム見せていただいてよろしいですか？はい。ありがとうございます。なるほど。これ元々のね、グリルが今どんなんだったかパッと出てこないんですけど、こんな風についてるんですね、はい、なるほど。はい。そして気になるエンジンということなんですけども、はい、L 型のね、キャブ仕様ということでね、こちらオーナーさん、ウェバーじゃないですか、はいね、これは何倍なんですか？45です。45倍ということでね、あのね、僕 TS レース一回見に行った時にね、はい、僕はソレックス派なんですけど、ウェバーの車しかレースに出てないという、やっぱね、レースやるやつはウェバーなんですよね。なんでね、走りも期待できるんじゃないでしょうかということで、こういう感じになってますね。さすがね、 F30 レパードとなるとね、マスターバックも大きくて、ね、ブレーキの制動力も上がってる感じがしますね。そしてね、なんといってもオーナーさん、こちらのミュージックホーンなんですけど、はい、これってプラスチックのやつですよね。いやいや、当時物ですね。本当ですか？はい、鉄ラッパーの当時物赤ホースですね。おお、ラクラです。チンチンチン、ラクラがなるほど、あのどこぞの民謡のやつですね。あの中学生の時に歌ってた記憶があります。はい、なるほど。だからめちゃめちゃ貴重な、もう、そうですね、ね、もう僕がね、あの10代の時にミュージックホーン購入した時はもうすでにね、プラスチックになってましたから、もうそれ以前の本当の当時ものということですね。いや、素晴らしいというふうに思います。それではオーナーさん、エンジンかけていただいてよろしいでしょうか？はい。
あのね、吸い込みがね、素晴らしいですね。ガオンガオンといってね、本当にね、めちゃくちゃいい音がしますよ。それではね、排気音も聞かせてください。お願いします。ちょっと抑えめでお願いします。ありがとうございます。あ、でキャブの吸い込み音もお願いします。はい、ということでね、若干抑え気味でね、お願いしたんですけれども、非常に迫力のある音、そしてね、このいい匂いがするんですよね。これがね、たまらないというふうに思います。さあ、それではオーナーさん、あの、僕一通り、ま、取材させていただいたんですけど、はい、おい、ヒデチャンネル、ここ聞いてくれよっていうところってありますか？ここ聞いてくれよ。はい、忘れてましたね、箱足は富士坪だそうです。まあ、これがね、三密体、いや、マフラー回してね、四密体かな、となって、このサウンドね、この鼓動が聞けるということでした。オーナーさん、非常にかっこいい車取材させていただいてありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントや応援メッセージなんかいただけると本当に喜びますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。次に紹介されるのはあなたの愛車かもしれませんよ。バイバイ。オーナーさん、ありがとうございました。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。